MA ヘトライ MC のダーリンハニー長島です。それでは早速本日のゲストをご紹介しましょう。世良正則さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。2年ぶりということでございまして。今日はですね、その2年間の活動と、そして10月13日に開催されるエ v i ザガーデンホ r d e のライブの話、いろいろ伺いたいと思います。まずはですね、2年ぶりのご出演ということで、2022年の10月31日の紅白のお話、ちょっと伺いたいんですけども、 まあ、セラさんは桑田さんと佐野さんとチャーさんと野口さんとの同級生のねはい、はい、5人のスペシャルユニット、はい、時代遅れのロックノールバンドはい、はい、こちらテレビで初披露ということでございましたけどもああそうだったねはい<で>、はい、いかがでしたかその当時っていうかその時のまあ気持ちといいますか何、うんあのー、ていうのかなあまりにも全員が自然であまりにも全員がこうお茶目で。はで、い で大体休憩時間っていうかあの音合わせの合間とか、うん、カメリハの間とか特に「紅白」の時は「はい、あ久しぶり」って集まって楽器並べてるとやっぱりね「我々の世代」ってセッションしちゃうんねあーなるほどでいきなりこうブルースかなんかがこう始まると、はい、いきなりみんなこうソロ大会になってぐるぐる回しながら。はははいはい、はいうん それやってるとやっぱりそのそれ自体が楽しいので何、うん、て言うんだろうなまあ,あのちょこちょこ会ってる人もいれば、はい、あのほぼそんなに何年もね会わない人とかもいる中で全員があっという間にこう一つのバンドのグルーブでソロを弾き始めて、はいえー、でもちろんチャーチャン弾いてるともちろんうまいんでみんな、うん「チャー 思いながらバッキングこうしてこう聴きいってるんだけどで俺の番になって俺がちょっとプらって弾くとこう弾いたらチャウが「んん?」って笑ってまたこう弾くとかね。で悟郎さんがまたの高いギターみんなこう悟郎さん弾いてるとこう見ながら「そのギターお高いんでしょ?」っていうとかなりねって言ってこう弾いてたうそ会話もね聴きながら入れちゃうと。 佐野君の趣味なのかとか「はいはい、佐野君自分で塗ったの?」って言ったら「買った時にはもうピンクだった」って言って「うん、あでもセクシーだね」とかね、えー、なんかそういうなんかギターお互いのギターとか、えー、ちょっとしたフレーズとか、うんうん、でクワちゃんがあの一人アコギ弾いてたりすると、はい、また「あの。 なんかセッションの時と、うん、特に「紅白」だと本番の時と、はい、ミュージックビデオを撮った時とうん、うん、全部持ってくるギターが違うんですよ。 それって見せびらかみたいなこと言わざとねみんなで突っ込んだり、えーうん、楽しかったですよなんかその部活じゃないですけど、うん、皆さん同級生じゃないですかそう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 なんか部室にいてみんなでなんか軽音部の部室でみんなずっとだべってるみたいなだからあの最初にあの「紅白」でいうと加、うん、山雄三さんの楽曲をみんなでこう佐野くんは遅刻してたんですけどの他のメンバーで演奏してた時にね、うん やっぱあのその背景が完全にあの、はい、軽音楽部の部室っていう体で作ってあったんだけどむっちゃだから同じ軽音部だけどやってるバンドがそれぞれ違うみたいなねなんかそういう空気感で、うん、これはねあの最初に桑田さんがあの同じ同世代同級生でね、うん、何かあの世の中に元気を出してもらえるようなことをやりたい、うん って言って始まったプロジェクトだったんだけど、まあ見事にね、あの皆さんにお元元気を分けるどころか、まず自分たちが楽しくて元気になっちゃうああなるほど。うん、で特にあのドラムで大友光平君が来たりね、あの腹棒がちゃんといてくれたり、で若手の浜岡元君がこうベースで来てくれたりとか、なんかそういうのでなんかあの軽音楽部に新しく入ってきた。 下級生がベース弾いてるみたいな、なんかそういういい空気だったですよね。なるほど。うん、なんかその五人なり、その六人なりの皆さんのこの空気感みたいのを。大切にした現場ってことだったんでしょうね、多分。うん、そうっすよ、ね。で、お互いにきっとね。うん あのそれぞれぞをちゃんんと大事にしてるんですよね俺がっていう人もいないしそれぞれがそれぞれの立ち位置をちゃんともう長年ね、うん、出てきて数年だったらまだバシバシそうです、ね、火花が散るのかもしれないけど、うん、もう散る火花もないぐらいの熟練者なんだからあの僕が思ったのはあの武道とか武術でもそうなんだけど暖、はい、の取り立ての頃って型にこだわったり。 自分に力がみなぎるところに幸せを感じるんだけど、うんうん、達人になるとただそこに立ってるだけで、はい、あのよく時代劇であのすれ違うだけでお主できるな世界があるじゃないですかんかそういうね全部鞘に収めて、うんうん、ひょっとしたら刀も持ってないただそこに尊敬してるだけっていう構えもない、うん、はでもそれぞれがそれぞれの力を。 ちゃんとこううう見極めててるっていうような現場でしたよ、うん、なるほど。それこそ野口さんで言えば、うんまあ、昨年と、まあ、今年とデュオライブとかもされてますけども、うん、あのきっかけは何だったんですかそのデュオライブをやろうとデュオライブはもちろんあの時代遅れのロックノールバンドでご一緒してあ、えーえー、で、まあ、あの15からやってますから、はい、野口さんは大先輩じゃないですか。うん だからそういう意味ではやっぱりあのどっかで先輩っていう感覚がずっとあったのでたださっきも言ったようにその時代遅れの時にみんなでセッションしたり、うん、ギターの話したりいろんなあ話をしてる時に、うん、だったら五郎さんギター弾きまくるライブとかやりませんって言って五郎さんもあのやっぱり自分のライブでは、うん、やっぱり自分の曲を、うん それにはちゃんと構成ももアレンジも決まってるし、はい、でご自分のライブではあのギター弾かれたりもしててその五郎さんのよく知ってる人は、うん、ギターフリックだってこともよく知ってるし、はい、ギタリストだってこともよく知ってるんだけど、うん、そんなにその誰かと生身で対バンじゃないけど, 2>, ど2人で向き合ってギター弾き合うっていうのはそんなないんですよね。だかからら僕の方から サポーートメンバ一切なしアコギじゃなくてエレキ2本だけアンプ2つだけそれでライブやりません要するにギタリスト野口五郎として音楽をやるっていうの面白くないですかって言ったら面白そうだねって言ったので言ったなと思ってったぞ言ったねっていうのでじゃあやりましょうっていうので僕の「ノックノック」っていう常に。 誰かをゲストに迎えてジャンルを超えて演奏するっていうのをやってるのでそこにじゃあエレキギターを弾くで、2本のエレキギターしか鳴っていないライブをやりましょうって言ってやったら初年度で五郎さんが気に入ってくれたみたいでなるほどで、一番嬉しかったのは五郎さんのファンの方がそういう五郎さんの一面を丸々ステージ全部見れるっていうのはなかなかない。 って言っってくださったので、はい、じゃあ今年もやりますよって言ったら2日やりたいっておっしゃったので結構味を占めたみたいなで2日やりたいっておっしゃったのでじゃあ2日やりましょうあなるほど瀬野、うん、さんから見た野口さんっていう,こうギタリストっていうのはどういうギタリストですか、うん、あの僕は感覚で弾くギターなんですよね。はいあの やっぱ五郎さんでラリー・カールトンとか、うん、そういうこういわゆるあの70年代80年代をいわゆる世界にギター旋風をね、うん、リ・リトナーだったりラリー・カールトンだったり、はい、そういう人たちのこうなんていうのかな空気感を持ってるギタリストなのでな、はい、そのアプローチが全然僕と違うんですよ。 僕はあのロックンロールから入ってるんで、うんはい、だから一番尊敬するギタリストがキース・リチャードだったりするので、ええ、あのどっちかというとそういうアプローチなんですよね。だから五郎さんのそういうラリー・カルトーンだったりからこうおみこう身につけているフレーズのなんていうのかなアプローチの仕方とかと、はいうん、かそういうこの間もある番組で。 ゴロさんの私鉄沿線とかをね、うん、それも僕の発案で最初「ギター2本だけでやりませんか、はい」って言って、ええ、で途中でやっぱり音楽番組なんで、うん、あの弦入れたいとかっていうその番組側の意向であの弦が途中から入ってきて私鉄沿線を演奏したんですけどその時の「のドラリルラ」って入ってくるフレーズとかがもうジャージーなんですよ。り少しこう ななんとかクロスオーバー的なフュージョン的な感じでなめるように入ってくる俺たちって噛みつくように入ってく感じで「って入ってくるんだけどそのパッと聞こえてくるなんかこう何とも言えないアプローチが「ああ野口五郎だ」とか思いながら「うわ野口五郎だそれそれ」と思いながら。そうういのを面に 1> 1時間以上、はい、まあ僕が前半一人でやって次ゲストに出ていただくんだけど、うん、でももう1時間超えぐらいでね<ー>もうギター一時もだから水を飲む暇がないあすごい、うん、ずっと弾いてなきゃいけない普通、うん、はあの誰かがソロ弾いたりイントロの間にこうで <laughs> だりするじゃないですかあの人たちは、はいうん、でも僕のライブって出て帰るまで一切休むとこないんで <laughs> 自分が止まったら全部が止まっちゃうっていうパターンに引きずり込んでるんで、はい、だからね 佐久さんさあ普段はここであのバンドがバーンとやってくれてる間にちょっと休めるんだけど、うん、休むとこないとか言いながら弾いてましたから,、えー、だからそれがまあ楽しいんじゃないかなと思うほど、うん、そして今年4月19日にはライブアルバム「はい、ほとばしる」をリリースされまして、うん、マコーシックソロライブ その中からえりすぐりのライブテイク12曲収録ということでございますけども、うんはいうん、今回こうどのようなライブテイクえ選んだっていう基準は何だったんでしょうか基,準基準はね、うん、あのエンジニアが「あの時良かったっすよね」って言ったやつ。うん、ああなるほど。うん、多線も含む。で,、うん、でこの「ほとばしる」ってもうずっと僕が一人で、うんはい、アクセスギターでこうやってるシリーズなので,、はいでまあ、楽曲を多少変えたりもしながらも。 やっぱずっと続いてるシリーズなんで、うん、あ,あ、の、まあ、僕レコーディングっていうと、あの、普通のレコーディングもそうなんですけど。はい、自分、最終的には、選ばなきゃいけないんですけど、はい、その手前までっていうのを人に選ばせるんです。ああ、はい、なるほど。例えば、あの、詩とかでも、何、何パターンかあるときって、歌って見せて、誰に聞くかというと、女子のスタッフに聞かせるんです。ほう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 。で、どれがいい?。う,う,うん。どれも俺だから。はい。 自分が書いてるからどれも俺だから遠慮なく言ってって言った私はこっちが好き」とか歌い方とかも全部俺に任せちゃうと全部シャウトするんですよほっといたらシャウトしうほっといたら自分が納得するのはシャウトなんで全部ガーいっちゃうんですけどでもあのどうって聞いてスタッフとかが「いや抜いたバージョンも聞きたいですね」って言ったら抜いてみるんですよ「どっちがいい?」って言って「いや2番の頭の抜いてるの最高に良かったですね」じゃあそれにしよう」 ってうし、うんうん、意外とあの自分を信じれてるので、うん、もう46年とかやってきてるから、うん、あのよくそういうのって人に決めさせてるみたいに思う人がいると思うんだけど、うん、そうじゃなくて自分から発信したものは全部自分なんで、うん、例えば全部シャウトするのが好きな人もいれば全部シャウトするから暑苦しくてセラ嫌いっていう人もいるんですよ。で、うん、でもそれ全部受け止めるのの僕らの仕事なんで、うんはい だその延長線上で考えると全部自分が生み出したものを誰がどう捉えようとそれは全部俺なんだっていう着地地点があるのであとは聴く見方の側に立ってみて12曲ずっとシャウトされてもなって思ってじゃあこの辺でバラードいるよねとかで僕の好きなバラードこうやってるのでそれもあのよっぽどの失敗とかがあれば「あごめん。 このギターがしくってるんで違うテイクにするわとかっていうのはありますけどそれはあの自分のこう中でしくってるのは嫌とかこの声の出し方はちょっと自分のイメージと違ったから嫌っていうのはもちろん最終的に自分でチェックするんですけどでも最初のその買って収穫する時には大体いい人の意見が多いですね任せるっていうかどれがいいって言ってやのってまあ。 芸歴生活で言うと <laughs> 何,年何年ぐらいどれぐらいの前にもうそれぐらいの境地にいてもいいなっていう自信というか、ね、僕2000年にアルバムを3枚1年間で作ったんですよ、はい、自主レーベルで自分でレーベル立ち上げる、うん、だから2000年から2002年ぐらいの間に3枚ぐらい作ったんですけど、はい、その頃ですね。は、うんうん、あの自分でベースを弾いたり、うん、あは野村あ君を あの牛丼食わせるからって言って <laughs> 拉致同然にあのスタジオで引いてもらって <laughs>、はいうん、でも牛丼じゃなくてちゃんとした焼肉弁当にしたんですけど、うん、でも野村君はそれをね本気にししたたんだって最後思ったらしい、うん、要するに「いや牛丼食わせたら引きますよ」って言うけど、うん、まさか本当に牛丼で終わらされるとは思ってないでもそれぐらいの感覚で始めた時に、はい、こう。 いろんな曲を作っていろいろ歌ってテイクを重ねてる時に、うん、人を俺をどう見てるんだろうって 2000, 2000年から2002年ぐらいの間に思って、はいうん、そこからですね<ー>だからよっちゃんなんかでもバーッとソロ弾いて「あの瀬谷さんどれがいいですか?」っていうか、うん、君はどれが好きなの?あ」あ僕的にはこれかな」じゃあそれでいいじゃない」だって。君のギターを弾いてもらうために、うん レコーディング参加してててもらっっるんであ僕のアルバムの曲のソロを君に弾いてもらってるわけじゃないから多分、うん、ねこういうソロを弾いてもらいたいから誰がいいかなだったらそれ弾ける人なら誰でもいいってことになるでしょ、うんはい、決まってたら、ええ、じゃなくてその曲聴いて僕の歌を聴きながら野村由翔が何を感じたのかあ<ー>っていうことを焼き付けてほしいって思ったので、はい、まあなんかそういう感覚でよっちん自分で選べば。えー らのギターのソロのチェックとか全部よっちゃんディレクターチアース自分でやってましたええそれはいまだにそうです2 0 0二年ぐらい2000年ぐらいからもうよしく君が弾いたソロはよしく君が決めるみたいはははははうん。なるほどでそれは後で聞いてあかっこいいね動があるみたいへえじゃあある意味人に対してもそういった許しじゃないですけどもある種寛容なところとうん。 って、うん、だから結果的には厳しいんですよ、うん、要するに全部、うん、その自分になるから、はい、あの自分が自分やるなら簡単なんだけど、はい、あの変な話すると僕俳優もやるじゃないですか、はい、映画とかドラマって自分一人がいくら頑張っても、うん、周りにいる風景とか小道具とかその役柄とか共演する人たちがいて初めて スクリーン全部が埋まるんですよ。うん,うん、うん。その感覚で今は音楽を作ってる。はあなるほど。うん。あのステージやるときも照明。もちろんみんな理屈では分かってますよ。照明さんがいてカメラさんがいてとか、はい、音声を撮ってくれる人がいて、豚がいてじゃないとできない。特攻さんがいて,って。うん、でもステージ足すと自分がフロントマンだから、うん、自分のステージなんですよ。はい でも映画って監督のもので僕は主役で言ってても、うん、僕の作品じゃないんですよ監督のものなんですよ、はい、であとの編集は全部その人たちに任せるわけだから、ええ、でその出来上がりについてセラがいいの悪いのの悪って言わわれるわけですよそう,いうそういう感覚を身につけたからかもしれないんだけど,あなるほど音楽っていう、うん、その絵画に例えると最終的にその絵画の中でここに赤をパッと塗るとかっていうのは僕が うん、最終的にバシッと決めるでもその先を壊してしまうかもしれない、はい、でもそこまではこのカンパスを全部埋めるのはねあのギタリストがいてドラムがいてっていうみんな何やりたい俺がここで歌ってて俺のエネルギー感じた時にここでスネア入れたいのシンバル入れたいの、うん、シンバル入れたかったら入れりゃいいじゃんって、うん、そのステージがよかそれでシンバル入れてみんながかっこよかったねっていうかどうかは俺の敵にかかってるんでしょ 俺がそこで素敵なステージできたらみんなが「良かったよね」って言ってもらえるじゃん。うん、で俺の知らないところで「なんかおぶり入れたでしょ」とか「よく聴いてるな」とか言いながらこ弾いてるけど<で>その時に入れたくなったもの入れるとか、はい、でそれがそのサウンドに合ってるか合ってないか例えばピアノもいるしベ、うん、ースもいる時にディス,ディスってのかどうかはうん。 自分で判断できないようなプレイヤーはやっぱり二度目はないんですよ。なるほどなるほど。それが、うん、あっと思って修正したり、うん、それに合わせてビシッときたら譜面に書いてないのに「うん、来たな!」って思う瞬間じゃないですかだから僕僕がやってみせてドラムベースが入ってギターが入ってっていうパターンなので譜面に書いてあるとそれを再現するでしょ。はい、じゃなくて それ聞いて何思ったかっていうのがあって、はい、それがぴったり来る人たちとは2度目3度目できるけどぴったり来ない人とはもうできない。うわででも緊張感ある現場ですね、うん、だから初めてベーシストの中で若い子来ると「はい、好きに弾けば?」って言うと「好きにって何ですか?」っな言うと「うん」だからあの原曲を死ぬほど聞いてきたら「はい、でこれが俺です」って俺にアピールしてくれたらいいからっていうと「はい、くわー」って弾きますよみんな。 あいいじゃんかっこいいじゃんって言ったら<ー>もう任せるし<ー>でどうしてもここだけはあのフレーズに揃えてねっていうのはもちろんまあお決まりの場合はお決まりの場合はここ揃えてねっていうけどはい、はい、あとはフリーでだから全体の中で5%ぐらいは僕が決めるけど<ー>95%ぐらいはそのミュージシャンの持ってるこうエネルギーみたいなものを僕にくれっていう。はい、だから一番 貪欲欲ななんですよねね僕いるほど全部君のだから悟空が地球に向かって「オラに力をくれ」って言って草花からなんか動物からみんなのエネルギーが固まってカメハメハに元気玉になるじゃないですかあの感じからちょっとずつもらうみたいな「みんなの力俺にくれ」って照明さんの当て方もピシッとかっこよかったら俺めちゃくちゃかっこよく見えるじゃないかと「オラにみんなの力くれ」っていう。 でも俺が代表してステージの上で元気玉出すからあいな、はい、あーなるほどそういう感じでやってますね<ー>2000年ぐらいからなるほど、うん、このアルバムでもありますし、うんはい、まだ、あ「ほとばしる」というタイトルですけども世セラんの作闘展でも同様のタイトルつけられてますけども、うんはい、その言葉にこう由来する話とかそ,そういう、あのー、やっぱり「ほとばしる」っていうのが、うん、あのー。 これからの今までの自分とこれからの自分をつなぐキーワードだなと思って当店でも使ってるしあのライブのタイトルでも使ってるんですけど結局あのサブタイトルで「ね生きる力がここにある」っていうサブタイトルがあるんですけどまあ長くやってきてるおかげかなんか分かんないんだけどそのの世世代世代で僕との出会いがみんなもうツイストじゃないんですよなるほどツイストで出会ってる人って僕らにちょっとした50代から上なんですよ。ははいい でもそれ以下の人って映画で見たとか、うん、テレビドラマで居酒屋のおやっさんやってるので知ったとか、はい、なんかそういう人たちが、うん、いやあの YouTube とかのおかげで <laughs>、はい、<laughs> セラってなんかこんなんらしいぞみたいなね、はい、だからこの間も生まれて初めてセラのいわゆるライブに来ましたっていう<ー>あのバンドの子たちがいてパッと見ると男の子たちが56人ずらっと並んで、はい、で ここばっかり見てんですよへえんか目線ここ来てないなと思ってここかなみたいなでこうしてこう見てるからこうやって分かるようにこうやって弾いてやると勉強してます分かったみたいな感じで MC で「ちなみにこれドロップ D って言って6円だけ D チューニングしてます」とかって言うんでーってチューニングしたりしてると。 <laughs> <laughs> だからそういう初めて見たみたいなへ<ー>人たちって分かるんですよね。なんかで知って、うんであ「セラライブやってる行こうぜ」って言って来てくれたんだなそしたらなんかやたらずっと一人でギター弾いてるから「ギターばっかり弾いてるよあの人」みたいな、ねうんうん、なんかそういう会話みたいなのがへ<ー>、うん、そういう。 こうこともできるようになってきたしなんかそういう人たちにあ見て元気が出たって言われるんですよ、うん、で特にあの僕のバンド時代から知ってる僕がデビューした頃小学生中学生だった人たちもね、はい、いやもうそのある意味家庭もあり仕事もあって、うん、ある時期ロック大好きだったけど 家庭の事情とか仕事の事情で、うん、そのロックロックって言わなくなったとか音楽聴かなくなったとかバンドやってたんだけどまあ前にもねちょっと触れたけど、はい、あのギター誇りかぶってるよっていうような人たちが、うん、この僕のライブを見てあのあなんか元気だた元気もらって仕事にちょっと疲れてたけどああ明日からちょっと頑張ってみっかっていうような力を、うん 与えられるような存在に手が届き始めたんじゃないかなっていうね。<ー>うん、なるほど。だから、俺らの元気玉を <laughs> ちょっとみんなにも分けれ分。けれる側にはいなったかな。はい、その元気玉を浴びることによって、なんか元気出た。 生きる力がそこにあっったんだっていうなんかあなたの中に実はあったんだよあなたからもらった力を僕はライブでよく言うじゃないですかライブで皆さんがいるから力力もらえて自分たちは力出せるそれを本気でやろうと思ったら俺が力を出し返してそれをまたみんなが吸収して帰るとなんかちょっと頑張る気になったとかちょっと仕事に疲れたり。 育児に疲れたりしてたけど、はい、ちょっと元気が出たとか「うん、初孫生まれたんすよ」っていうような人たちもいるからね、はい、うん。で孫の世話で疲れてたけど、うん、ちょっと元気出たとか、うん、逆にそういう若い子たちが、うん、なんか今からバンドやっていくのに「はい、よしあの年まで俺バンド続けるよ」って思ってくれるとかね特にあのー、小学校中学校でツイスト世代と呼ばれてるミュージシャンたちが。はいうん まだやってるよ70万円だろってちょっと俺もへこたれてらんねえなって一緒にセッションしたら言ってくれたりするんでじかにそういうのがあるとやっぱり「ほとシュる」というタイトルがねこれから自分がずっと背負っていくのにふさわしいタイトルじゃないかなと思って「新しいいタイトル全然考えてなんですよノックノック」というシリーズはそんなボレに俺の音楽のドアをね ックする「今日のゲストは誰?」っていう感じで「ノックノック」っていうシリーズもあるんですけど原点はこのほとばしるっていうイメージでやってますでもそのほとばしるほどまあバイタリティがみなぎる世良さんですけども何かこう普段から気をつけてることとかパフォーマンス維持する上で何か食生活であったりとかまあエクササイズであったりとかそういった面ではよくね。 その質問をこの間も何かの番組でされたんですけど、あの正直にちゃんと答えてます。努力してます。食はとにかくなるべくあの東京にいるときは事務所で自炊をしてます。で地方に行ってもなるべく食べるものを厳選して、例えばライブの前の日に生もの食べないとか、終わったら大丈夫とか、解禁する解禁するとか、あの。 あとはライブの後は必ずアイシングを喉にしてで肩と喉はアイシングをするとかで普段はとにかくなるべく階段を使うとかあとあの飛行機であの羽田行ったり来たりするとあの荷,物をき荷物を取りに行く手,手荷物を取りに行くところまで動く歩道と動く歩道だっけ 動くほどエスカレーターがあるんですあれ全部僕歩くんですよ使わない使わない結構なスパンっていうか距離ありますよねでしかも動く歩道を使って歩いてるスタッフに置いてかれないように歩く早く歩くでエスカレーターの場合は歩いて降りてエスカレーター遅いじゃないですかまだスタッフ3分の1ぐらいしか降りてきてないなと思ったら一回階段登ってもう一回降りる でで手荷物のとこ待ってる何してんだと思いますけどね一般の方が世良さんが上下してるっていうねえっって思われるんですけどそれぐらいなるべく加害身を使うとか重い荷物もよっぽどじゃない限り自分で持つようにしてますじゃあ割と日々の中でできる無理のない努力という形ではあるんですかねというのは前も言ったかな僕ジムとかで鍛えるのが嫌いなんです。代の時に あのジムででで泳いマシンを使ってって30代前半の頃始めたんですめっちゃ恥ずかしくてこうやってやってると周りがみんな「セラらやっぱ頑張ってんな」みたいな「やっぱ頑張るよな」みたいな「なるほどなるほど」「いやこうやってやってるんですね」とかねちょっと悔しいなと「俺何にもやってないふりしたいな」 なるほど、自然にこうなってるっていうのをあとはねやるとつきすぎるタイプみたいで気を付けっていうとこういうふうになる感じになったんですよ。でなおかつ30代で元気いいのでステージを見たスタッフとその当時の豚監督が「じゃあステージが硬い怖い」とかってこんなついてるのがこうやってやるから。 怖いああなるほど。いう硬いみたいな鋼鉄みたいなイメージでで当時のスタッフがマのノリはしなやかじゃなきゃですよと竹のようにしなやかじゃないと竹のようにじゃないって言いなてそれでじゃあ鍛えるのやめようって言って体幹トレーニングとかあとホテルのベッド脇でちょっとしたスペースで畳1畳あったらできることっていうのを始めたんです。 あの毎日はやらないです毎日だと帰って疲れがたまるので、うん、る 2>, 2日に1回とか3日に1回のローテーションで、うん、こうた絶えずこうそのローテーションを守るようにしてご飯もなるべく外食をしないそれはみんなに勧めてますあとはアイシングをやるあれもあ,のあるアーティストに「すみませ喉全然枯らさないけどどういうケアしてんの?」って言われたのでアイシング。 とにかくあのブロックアイスを出番前に常温のところに出しておいて、はい、そうするとグチュグチュっていい感じで溶けるので、うん、それで喉をバーンと当てて、うん、でギター弾く人はこう手とか肩とかアイシングしましょうって言ってへ<ー>、うん、でそれの発言の,その説得力を高めるために。はい バルセロナのサッカー選手は練習の後に氷水のジャグジーに入って冷やしてるんですよ下半身を。と <laughs> みんななやるる気ない <laughs> さあそれでは、はい、今年10月13日に開催される恵比寿ザ・ガーデンホールでのライブ「はい、セラマサのリノックノック With」上本宗幸さん。はい ツイスタントシャウト、はい、こちらについて伺っていきたいと思いますけれども、はい、まずはこうツイスのオリジナルメンバーのキーボードの海牧、うん、さん,さんですね。うん、はい。そしてゲストに宇崎竜斗さん、竜斗さんがついにね。はい。この三人での、うん、まあセッションというか、これは初めてになっる形は初めてですね。あの海牧さんとはよくセッションやってるし、竜斗さんとも二人でこうやってるんですけど、あのー。 この三人でタッグを組むっていうのは、初めてのことなんですよね。うん、だから、飼いさんは、神ちゃんはちょっと緊張してます。龍堂、うん、さんの曲だろうって言って、うん、でも、なんかすごい楽しみで僕からしたら、さっきの話じゃないですけど、あのー、ちょうど10個上が龍堂さんなんですよ。はい。だから、10年後の自分の姿を、常にこう、龍堂さんの背中を見ながら想像するんですね。七十九で。はい。 あんなスレンダーでこうジーンズが似合ってブーツが似合って、うん、でこうガラガラのガラまみれの T シャツが似合って <laughs> ギンギラギンのジュエリーが、ね、似合って、うん、なおかつこうライブき、ね、ギター1本でもやってらっしゃるのでいまだに、うんうん、あと10年俺まだできるな<ー>っていうそういう意味ではもう僕のこう。 追いかけるべき背中がそこにあるっていうね。うん、うん、なんかそういう、あ、あの方なので。うん、今回、ずっと、あの、まあ、情報解禁まで時間が経ったんですけど。はい。ギリギリ、いいよ。って言ってくださったので。えー、じゃあ、やりましょう。はい。これ、そもそも、宇崎さんとの出会いというか。 出会いはいつぐらいになるんですかもうデビューですよねうん、うん、デビューの頃リュウドさんのやってらっしゃる番組に呼んでいただいて、はい、でその時にやっぱりあのロック畑っていうので、うん、まあリュウドさんのやってらっしゃる番組だから割とロック色の強いバンドが出たり、はい、アーティストが出たりするような番組なんだけども、うん、そこに出た時からリュウドさんってあったかかったんですよねへ<ー>うん。うん、あの感じでずっとお付き合いをさせていただいたのでど がが出会いいななのかかよよくわんないんですよね<ー>気が付いてみたら何かのなイベントでご一緒した時にじゃあ,あのアンコールで一緒にやろうかとかってなった、はい、のか、はい、でも最初は多分僕の方からああれです CM です、はい、CM2004 年の、はい、缶コーヒーの CM を、はい、列車で追いかけるやつですよね、はいはいはい その前に一番最初始まった時に岩城浩一さんと竜太さんと俺がキャスティングをされてで集まったんですお久しぶりですって集まった時にオーストラリアのメルボルンに CM 撮影に行ったんですはい男ばっかりでなるべくスタッフ少なくしようって言ってそれ多分みんな遊びたかったんだと思うんですよね酒も飲みたいし肉も食いたいみたいなでもまあ男3人旅だって言ってメルボルンに行った時に たたまたま僕ギターをちっちゃいギターを旅用のトラベリングギター持って行ってて行たんでですよあのテントでこう休憩してる時に鉄道で撮影してたんで周り何も遊びに行くとこなくて、はい、でそ,そこであの岩城さんと竜斗さんと俺がいてこう弾いてたら、はい、まあ俺も竜斗さんの歌とかも学生の頃知ってるからダウンタウンの歌とかこうやってたら「はい、いいねとかってこう歌い始めたら、はい、岩城さんも参加してきて。うんうんうん これさ3人でさ一回何かやりたいよねっていう話になって「うん、ジェントル3」っていうセッションを始めたのが、うん、パーマネントにやるきっかけそれまでは、まあ、あ<ー>イベントの中でこう単発でやってたんですけどあのスタートしたのはその「ジェントル3」というで岩城さんと流道さんと、うん、俺ですから、はい、どっから見てもちょっと。 ジェントルなワイルドジェントルな三人なので, <laughs>、はい、でそこで僕がまたお二人に「うん、サポートメンバー一切つけません」うん「3、はい、人のギターだけでやりましょう」って言ったら「はい、大丈夫かよ!」って言ったんで「絶対大丈夫です」で,でちょうどあの岩城さんも、うん、あの指にけがされて<ー>でバイクの。 レースやってそれのリハビリで「ギターがいいよ」って言われたんで自分のバンドでギターを習ってんだよっておっしゃってて「じゃあ弾いてください」って言ってイントロのソロ弾いてもらったり「このメロディーだけ弾けたらいいです」って言って「よっしゃ頑張ろう」って言って僕のテープを何度も聴いて練習してくださってでコードとかもちゃんと覚えてくださってで岩城さんと3人で3人だけのライブを3年間ぐらいかなあのブルーノートとかね。 ああいうジャズの伝道 <laughs> <laughs> ブルーノートとかで東、えーまあ、名阪九州福岡とかでやったりとか、うんはい、あとあの体育館でね、はい、なんか6,000人とか集めて3人だけのライブで、はい、で<ー>ロサンゼルスからバイオリニストだけ僕の友達を呼んで、うん、プラスワンでやったりとかして、はい、でそのジェントルーが終わって。うん でしばらくしてリュウドさんがライブを再開されるっていうので、はい、じゃあちょっとまた一緒にやりませんかってやったのがノックノックでずっとリュウドさんとの毎年必ず34回やらせていただいてるんですねでしかも地方で割とライブに行く機会のない人たちにそういうアコースティックセッションを見せたいっていうのでなるべく地方でこうやったりとかしてあそこが始まりだったんですね,ですねジェントル3から本格的なっていうことなんですね、はいはい なるほどそしてあの上本さんはツイストのオリジナルメンバーでございますけども、うんはい、上本さんとの出会いっていうのは上ちんは高校生の時に、はい、僕たちはちょうど大学1年のバンドで,、うん、でふるさとで、はい、毎年あの高校の頃から自習コンサートをやってたんですよ。うんはい、でちっちゃいあの市営体育館みたいなところとか市民会館とかで、うん、自分たちでチケット作って、はい、自分たちで手売りをして。 で楽器店に置いててもらったりしてる僕たちが主催する、うん、あのアマチュアコンサートをやってたんですけど、はい、そこで彼は彼で高校生バンドをやっていてちょっとこうハードロックなものをやってたんです、ねはい、パープルとかそういうのをやってるバンドでその時に彼がオルガンを弾いてたんですけど、うん、あの音合わせやってる時にこう見てたら彼があのエマーソン・レンカとパーマーをブワーッて弾き始めたんですよ。うんはい すごいキーボードがうちの町にはいたもんだとそれでまあそのコンサートが終わった時も、はい、もうデューパープとかバリバリもうジョン・ロードを弾くんですよ。しかもあのハモンドのこうぐるぐる高級オルガンじゃない赤いヤマハの <laughs> オルガンでパーって弾くんですよ。はい、それ見てすごいなと思って、うん、でうちのバンドがあいつ欲しいねになって。 楽屋に入ってきた神本君に「うん、お前すごいな」って言って「あ,ありがとうございます」明日からうちのバンドな」の仕事で。すであのー、違う気に今度いついつあのーはい、どこどこで練習やるからこのアルバム聴いてこいって言って丸してある曲を全部コピーしてきてね、はい、彼オルガン弾きだったんで、うん、いわゆるロックンロルピアノって弾いたことなかったんですよ。 で当日彼が来て「6のうってこんな感じでいいんですか?」って言った、はい、完璧にコピーしてきたんで<ー>これはすごいっていうので、うんうん、これは逃がしちゃいかんっていうので、はい、僕たち大学で大阪に行ってたんですが、ねはい、神ちゃんに「うん、お前高校卒業したら大阪の大学な」って言って「<laughs> 入って <laughs> はい」って言ってでそこからの付き合いです。 はでデビューする時も、うん、あの彼はまだ大学2年残ってて、はい、学校の先生になりたかったんですけど 1>,、うん、1年休学して、はい、で他のメンバー全部入れ替えだったんですよ、うん、もうプロになる時に全員が家業を継いだり就職していったりしてバラバラになっちゃったんで、はい、当時の,あの大阪で一緒にやの音楽仲間みたいなとこからピックアップメンバーだったんですよ、はい、でも俺ピックメンバーだけど不安だから、うん、しかも「あんばらのイントロ」ってミちゃんが弾いてるやんって。うん ピアノ変わったら俺歌えないかも」みたいななんかいろいろ言って 1>, <laughs> <laughs> 1年休学してた1年一緒にバンド活動して、はい、であまあ,あのやっていけるようだったらそこから考える。うん、あーなるほど大学戻っていいから、はい、って言って45 6年、7年、一緒にやってるい。<laughs> まだは、まだ戻る気かもしれない,です、ねい。もうね、あの、学校から <laughs> <だ>もう、直接された、ね。4年目か5年目に、なんか入れるのは、なんかあるんでしょ、えー、何年間で何回もできない。そこをもう経過したんで、えー、大学はもう辞めたんで、僕はあの中退ですって言ってました。なんかあれですね、セラさんの音楽的なアプローチ、うん、その人に対するアプローチってもう、その時から変わってないですね。うんうん、あ、変わってない。 あ、そうだね。あ、そうだね。確かに。すごい。さっきから聞いてんのかなと思いました。そうそうそう。それでだからやれやれてるのがすごい。すごいですよ。ね。今回もさ、楽曲ですけども、どういうだからあの飼本くんと二人であの今まさにもうツイストのシングルからアルバムの中から全部ひっくり返して、これかっこいいねとか。 あのこれツイストの曲曲っって知って知るかななみたいもでもツイスト聞いてきた人は、はい、あのフリークは分かる、うん、ツーは分かるみたいなね、うん、マニアは分かるみたいな <laughs> 楽曲も含めて前半はとにかくツイストの曲しかやらないっていう。なるほどで後半はリュードさんの曲でこう締めるっていう感じですね。うんうん <laughs> でリュウドさんはいつも世良君のステージはさ楽しいんだけどさいつも楽しいっていうと次楽曲増えてるから疲れるんだよって <laughs> <laughs> だから今回上限を何曲って決めていただこうと思ってその上限に合わせて選曲しようかなと思ってます今回その3人でのライブってどのようなこれライブになりそうですかあるいはしたいなとか<や>こういうことをトライしてみたいなと。もうととににかく今日ずっと言っ言てきたように、うん ミちゃんはミちゃんで、うん、ツイスト以降一匹狼で、はい、あのオフコースの方の,、うん、あのセッションをやったり、はい、いろんなあの著名なね、うん、あのミュージシャンたちと一緒にセッションをやってきてるので、はい、まあ彼のそのまあ俺の歌を聞いてひらめくこと、うん、まあ多分リハイは1回ぐらいはやるだろうから、はい、<laughs> その時にでもツイストの曲はやらないかもしれないな。 わかるよね」ってコードの打ち合わせだけでズームかなんかでコードの進行だけ構成だけ打ち合わせしてあとは本番ねって言うかもしれないけど竜道さんの曲は多分合わせたことがないので1回ぐらい練習させろって言うと思うのでやろうかなと思ってるんですけど多分竜道さんももう全くるんですよそれもすごいなと思って「この曲とこの曲とこの曲お願いします」たら「分かった!」 って言って、はい、あのラインでお知らせするんですけど、はい、わかった。それそれだけなんでした。へえ<ー>、うん。で、言い方どうする？じゃあ,あの送りますって言って、俺が一人でガーッと引いて、ここでソロ僕がちょっと引きますとか言いながら引いて。はい、で、リュウドさんここ立ってくださいとかって、ね、で、カシカードにあの赤赤いとこはリュウドさん、黄色いとこは俺ですってやって。はいはい、で、ハモるとこは黄色と赤と両方線引いといてってやって送ると、分、はい、かった。 そううい感じへえだから竜道さんが僕が思うさっきの武道の達人の話じゃないですけどだだだしたそこにいるけでなんでですよマーチンを持っていく「お高いんでしょ」っていうマーチンが傷だらけなんですけど傷だらけのお高いマーチンを持ってきて「はあ」弾いて「はあ」って歌って「はいおしまい」。 それ必死に僕はもう、こういうふう弾いてます。うん。なんかその、世良さんをもってしてもなんかすごい神々しいというか、艶っぽい方で、はい。10年先をね、歩いてる人がいるっていうことのすごさあまり、はい、その人が現役でね、うん、やっぱりギターアコースティック書き、だって、俺の弾いてること聞いてますかっていうぐらい、うん、無手活流だからね <laughs>、うん。もう弾き始めたら、 そんな引きますかっていうぐらい、もう、つくわくー引かれると、そのパワーを、とにかくどうやって、受け止めて、投げ返すかっていうので、やるんですよ。でも終わると必ず、もう、セラ君が煽ってくるからさ、いや、煽ってない、煽ってない。えー、あなたですよ、煽ってるってうそういうタイプです。えー、はあ、なるほど、うんうん。じゃあもう、集中した時の凄さと、うんうん、その、オフでの、 うん、宇崎さんの,その差がすごいオフ,はオフはもうとにかく可愛らしいうん、うん、もうとにかく可愛らしいですほ、うんで人に対してどなたに対しても威圧することがまずない方なので、はいうん、そういうのってだから僕はあの同じ表現をした人がもう一人いたんですけどあの亡くなった石原裕次郎さんも、はい、僕はそういう方だなと思ったのは、うん、あの闇夜で豆腐に手を突っ込んだような人なんです。ほほ、うん、ほうほうほう 闇をで真っ暗の中でお豆腐の中にビッて手つくんだなんじゃこれや!」と思うじゃないですかそういう怖さをそのこうふ踏んでるんだけど、うん、一切見えなないんかその怖さというかその凄さというかをまとってるんだけど暗闇で何も見せてない感じで、うん、でもなんか太陽の日に当たってひなたぼっこさ,させてもらってるようなあったかさがあってほんわかして油断して 突っ込むとやめようの豆腐みたいな怖さがあってドキッとする。ああなるほど。でも普段は本当にあのまりのような人ですから。へえ。面白いですよ。でまたそれをまた音楽としてね、音楽でこう一緒になんか作り上げるっていうなんかそのセラさんと宇崎さんとっていうそこがまたすごいですね。そのパワーが。ああいやあの。 楽しいと思います <laughs> <laughs> うん、本当に、うん、だって69と79がねえあこぎ2、うん、日本で、はい、2> まあいつもはねこれ、はい、今回は海元さんがサポートしてくれるのでまたよりこうピアノのアプローチを、うん、だから神ちゃんに「あのどんなピアノを弾いたらいいのかな」って言われたから、はい、俺は想像以上にアバンギャルドでいいと思うよ 要するにバラードだからこう弾くとかバラードのソロだから綺麗に弾くじゃなくてガカンガカンガンって弾いても全然大丈夫だからって言ったら「竜藤さん大丈夫かな?」ってうかもう竜藤さんこそそういうの大丈夫でうわそこ来たか!」って多分笑って見返してきますよっていうそういうの大好きな人だからハプニングとか予定調和じゃないこととかそういうの大好きな方なので絶対必見だと思います。 まあライブといえばライブで販売される T シャツのデザインも世、え、良、ーはいはい、さん、されておりますけどもああいうなんか文字のコラージュであったりとか、うん、ああいう配列であったりとか、うん、まあ見え方っていうのはこうどういったところからこ発動として生まれてくるデザインなんですかそれもね、<laughs> 俺流なんですけど、ね。はいはい あのー、じゃあアルファベットをね、うん、こうもじっていろんな感じでこうやりたいねとかノックノックとかほとなんかそういうタイトルをほとばしるとか、うん、タイトルをなんかこうコラージュしたいなって言ってる時にスタッフとかが、うん、にこういてもらうんですよ。はい、でこう並べていくじゃないですか。うん、あなんか漢字いいっ,すねって言ったらそうって言ってそこをメインにこうだーっと組み立て,ていくんですよへ<ー>で。こうやってて俺がパターン作っ てるんですよね、うん、で呼ぶじゃないですか。来てこう反応がこううーんって感じだったら全部消すんですよ。でまた一人でまたこういろいろこういじり始めるんですよ。うん、そうするとなんか「あいい感じですね」ってこう天のの声がりるんですよ、はい、背中の方から、はい、そうするとそこからもう,こうコラージュを固めていくんですけど、はい、最初はいろんな思いつくパターンをバン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 作っていって、はい、で反応を見る。要するに 来来たたいいかかくななんですよだから僕のツアーって言って「正則世良」とか「2024」とかよく見るとある時もあるんですけどなないい時は全くんですよ名前を数字に置き換えたりとかあるかじめ頭文字だけだったりとか「ほとばしる」は年号関係ないじゃないですかもうずっとやり続けることだから「ほとばしる」ってツアータイトル入れてるんですけど何年とか入ってないんですよ。ななるるほほどどそれは あの僕の中で着たいかかくないか、うん、であとは「正則セラ2024」例えば「ツアーアコースティックツアー」って書いてる T シャツ、うん、表着ていきますまあ次の年になっちゃったらためらうかもしれないですねしかも誰かのライブとか音楽関係者の時だったら着れるけど、はい、例えローリング・ストーンズ」とか、はいね「ビートルズ」だったら、うん、まあ ACGC とか今若葉から来、はい、着てる若い子いっぱいいます,ね <laughs> いますよねキッスとかね、はい、聞いたこともねいやつが着れるじゃいです,、はい、聞いますよでも俺は俺の経験からして、はいうん、友達とか知り合いのライブに行ってツアーティーですってもらった T シャツはパジャマかかゴミ出ししの日しか着ないですね、うん、<laughs> 誰も見てないっていうねだってそれ着てこういうとこ来れないでしょ ああ、まあ、確かに何かちょっと意味合いがありすぎますもんね。ね。例えば、ここに。それこそ、サザンオールスターズ。2021とかって言って、書いてるツアー T シャツを。俺が街で着てたら、変じゃないですか。は <laughs> い<や>。絶対、くわっちゃうもん、俺。着たのかな。みたいな感じ着てくれないと思うしね。はい,は,いは,いはい、はい、はい。でも、そういうコラージュだけだと。う着れるじゃないですか。はい、うん。だから、よく、俺、ライブで言うんですよ。はい。あの、僕の作ってる。グッズティーは。あの。 インナーでも着れるし真夏にこれ着て街歩けますからなぜならうちのスタッフも僕自身も着て歩いてますからだって一番おかしいのは,は正則セラって書いてある T シャツを俺が着て歩いてるのもねネタかなと思っちゃいますもんね,ねうん。だから自分も着たいしスタッフも普段着れるし、はい、あとよそのあの現場に行って、うん、例えばね背中に座って着てるんだけど なん例えばサザンオールスターズって書いてあるツアーティーを俺の現場で着てくるかっていうとな躊躊躇躇すするじゃないしますね,ねだからでももらった T シャツだから特にあの現場の人たちは黒い T シャツ必要だからそうすると黒で黒に「ほとばしる」って入ってて「うん、正則セラってどこにも入ってなかったら、うん、着れるじゃないですか。そうですね,ねで誰かに、うんは「その T シャツかっこいいね」って言ったら「あこれセラさんのところでのツアーティー」って言ったら そうなのってなるじゃないですかそういう二次的効果を <laughs> 狙ってるんですね <laughs> 狙って自分でだからデザインしてなるべく自分の名前を入れないようにああなるほどなるほど、うんうん、そのデザインを組みな,組,みな組んでいる時の、うんうん、なんか天の声というか、うん、それってやっぱこう降りてきた時には「喜びに近いんですか、うん、その<ー>これでいいですよ」って言われた時に「これいいじゃないですか」みたいななった時のそれはもう「うん、でしょ?」 あもうさんの手柄にな。ってだよね。ただほらみんな選びたいと思うから何パターンか作ったけどやっぱこれなんだよねっていう顔はしてる。顔はしてるんですね。ああ、なるほど。でもこうやってやってるときに後ろから「いやもうちょっと開いたいね」って言われたら「そうやってみるわ。だね。確かにね」とって。やっぱ張り込みすぎるとやっぱりねよくないみたいな。なるほど。音楽と一緒で。やっぱ最終的には あととミリ左じじゃゃなないいでですすかかか上って言われる声天の声は聞くようにしてそれ意外と正解なんですねあとで見ると。音楽もデザインもねセラサの中れはそうやってねあ天の声であったりとかちょっとしたアドバイスであったりとかっていうのも全然べての意味でそうですね。だって自分の感性を100%そんなに信じてるわけじゃないので。っていうののはあ 人って影響される動物なので、はいはいはい。言葉のきれいな人と付き合っていると、自分の言葉もきれいになるんです。うん、はい。で、言葉の汚い人と付き合っていると、自分の言葉も汚いんです。なるほど。で、その両方と付き合っていると、その使い分けができるようになるんです。ああ、そうなんですね。で、その使い分けをできるようになるには、うん、その両方の人間たちと付き合ってないと分かんないんです。確かに。 うん、でその両方を使い分けるインテリジェンスのある人を知らないと無理なんです。どっちかに染まっていくんです思ってるので、うん、ならあの言葉にしてもそうだし所、はい、作にしてもそうだし物腰にしてもそうだしだ陶芸始めるのも、はいうん、陶芸っていうのは。 例1,000年以上の歴史のある備前のような備前役のようなものもある、はい、それをやってる今の30代40代の人はじゃあ1,000年前の古いことを習って復讐して、うん、復唱してるだけの人なのかとっていうと違うんですよね。うん、あの伝統って最最前線なんですよ最先端、うん、歌舞伎にしても、はい、何しても染め物にしても例えば米を作ってるんだって今一番うまい米しか食べないじゃないですか確かにでも縄文の時代から日本は米作ってるんですよ。うん 伝統なんですよ、はい、それは手放しちゃいけないのに、まあ、手放そうとしてるっていう政治的な話は置いといて <laughs> <laughs> そこ僕も興味ありますけど、ね、<laughs> でもね縄文、うんね、時代から食べてる米でも今一番なんとか錦とかなんとか妙木とか、うんね、今の若人たちが作った経験をもとに今作った今日今年取れた米がうまいって食べるじゃないですか。で、うんうん、でも途中でそれが耐えてたら 食べれてないんですよもうだからそういうもんでやっぱ伝統っていうのは今なんです、うん、今を生きることなんですよ、うん、だから言葉にしても書斎にしても音楽にしても、うん、今を生きてる人からエネルギーをもらう、うん、栄養をもらうことっていうのは決して恥ずかしいことじゃないし、うんうん、と思ってるのでデザインから音楽から、はい、そういう言葉からあーいろんなファッションから、うん、全てあの両極端に触れていても 必ずその中で中で道を見出すっていう自分のにとっての真ん中を選ぶっていう要するにチョイスをするには情報を持ってないと確かに選べないですもんね。選べないので偏ってるとそこでしかない汚、はい言葉しか知らないと、はい、そこで喋ると人,、はいはい、人間っていう部分でそれを受け入れない人たちもいるけど上品な言葉ばっかり知っててもあい,いつ上品ぶりやがってっていう人もいるしでもその中で自分の言葉を見つけるっていうのが。 一番大事なことだっていう言葉に例えて言うとそういうことを文化でも音楽でも全部に体づくりにしてもムキムキになって僕はボディービルバーでチャンピオンになりたいわけじゃないしかといってか細そいと言われたら嫌だしいいところだか,だから自分にとって納得できるところをちゃんと探すからボディービルダーの鍛え方も聞いて参考にするけどムキムキになったら。 なんか鉄の塊みたいなライブで嫌だって言われてそういうので人はこうなりながら自分の中のトータルの中道を見つけていくっていうで難しいですよね例えばその何か汚い言葉であったりとか、うん、その汚い考え方であったりとか、うん、そういうすごい力を持ってますし、うん、しかもねそれがかっこいいってなったら逃げれないってこといっぱいあるんですようん、うん、それを捨てた時に「なんであいつあっち行ったのかよ」とか あれ捨てたのかよとか、ああしなくなっちゃったとか、そうですね、俺が大股開いて歌わなくなったら何でそりゃ大股開いてないのかいや、そりゃ開かない時もありますよ <laughs> <laughs> 開かない歌でどれぐらいか,かっこいいなと思わせるかだそうですよね思うじゃないですか。そういうのをなんか40何年やってくると、全部に通じるんだなっていうね。はい、だからあの、影響する、いろんなものを見て、うん、視野は広く、はいうん、そこからどうやって絞り込んでいって、中道を作るかっていうのが、 音楽でもなんか、そうだなと思うようになりましたね。ああ、なるほど。それの集大成が一番最初の話に戻るけど、はい、時代遅れのロックンロールバンドやった時に。うん、それぞれがみんな自分の中道を持ってる人が5、五六、うん、人が集まると、うん、こんなかっこいいんだと思いました。ああ、なるほど。うん、それこそ、それがもう本当になりますもんね、うん。で、それが束になると、うん、こんな束で、入って渡された方は。 ずしっとこう食うじゃないですか。はい、いくら軽快にみんな笑顔でやってても、うん、受け取る側が。その感性があればずしっと来るし、うん、ない人は。なんか渡されたけどって、すげえ思うだけで,そうです、ね。でもその感性を五人分、六人分受け止める感性のある人は。桑田佳祐とんでもないことやったな。って受け止めてくれるんですよね。うんうん、うん、なん、そういうところを多分。こう、みんな。 楽しんんでもらえばいいいじゃないかなかと思うそこに大友康平がドラムで加わることでまたちょっと軽やかに楽しさがこう加わってくる感じでエッセンスがポンとあって、ね、やっぱりその、ね、彼の懐の要するに歌わせろでもないしうん、うん、俺は真ん中じゃないのかよでもないし、うんうん、笑顔でずっとこうドラムたたいてる大友康平がこ,こういうのはこいつと思えるっていう,う、ね、なんかそういうものを見出せる。 「和を持って」っていうけどもまさにそういう和をね大きな和を作っていくのが音楽人生なのかなと思うね。なるほどたくさんお話を伺ってまいりましたけどもそろそろお時間ともうねごめんなさいばっさり言ってくださいねいきませんけど最後にですねこちちのカメラに向かって視聴者の方にちょっとしたメッセージお願いいたします。10月13日宇崎竜斗先輩をお迎えしてですね の本と人でライブをやりますそしてその後にはですねあの大阪では今度トータス君トータス松本ともライブをジェットロックスという私のバンドでやりますし東京では鶴野のたけし君が応援に来てくれますのでそっちもまだ時間ありますけど是非龍藤先輩のライブを見て面白いと思ったらそっちのロックバンドの方も是非本日のゲストセルマサノエさんでしたありがとうございました。あ,ありがとう アトスインターナショナルのギターレッスン映像見放題サービスが YouTube メンバーシップでスタートブルースアドリブソロ f マイナーというのはです、ね、音楽理論機材セッティングなど楽器教則 DVD で人気の映像が月額1,190円で見放題アドリブスケール音楽理論までギターのすべてがわかります「アトスギターレッスン」YouTube メンバーシップでお楽しみください